5年ぶりの5回目の総合優勝に向けて、今東洋大学がトップでスタートをしていきました。今東海大学が初の総合優勝に向けてスタートしていきました。スタート。6区を任されましたのは去年6区区間賞の小野田、そして順天堂大学今スタート、そして拓殖大学がスタートしていきました。さあ、児童養護施設啓明学園の前、長い箱根駅伝の歴史の中でずっと子どもたちが選手たちに大きな声を送ってまいりました。さあ、最後の声援です。この場所から最後の声援、先頭の東洋大学今西俊介、今堂々と胸を張って啓明学園の前を通過してまいりました。はい、先頭の東洋今西が宮ノ下の温泉郷、行きの往路は大変な傾斜の上り坂になりましたが、ここを一気に駆け下って大歓声の中をさらに下っていきます。先ほどの小涌園のポイントで見ますと、青山学院大学の小野田、前を行く法政大学の坪井、スタート時点は25秒差だったんですが19秒差、まあ、6秒を詰めてはいいんです ね。ですからここから小野田もさらにペースアップしていくことができるかどうか。ただ先頭の東洋の今西飛ばしてますんで、先頭の東洋から青山学院まではスタート時点よりも9秒離されているというところになっています。そしてこの後の小野田ということになりますが、どのくらいで来るか。5分34秒差、どう見ますか、吉井さん。離されましたね。なかなかその前を行く、先ほど3号車上重アナウンサーの実況にもありましたが、なかなか詰まりそうで詰まってこないというところもあります。映像3号車です。はい、先ほど大平台で法政との差は10秒詰めたということで、やはりその差が10秒、9秒、また10秒という形で、その法政との差が縮まらないというこの小野田です。昨日5区では竹石がこの山に苦しめられました。力のあるこの小野田、今回は箱根の山がこの王者青学に試練を与えているんでしょうか。なかなかその差が縮まらない小野田、ただここまで6区での実績は十分です。もう一つギアを隠しているんでしょうか。去年は後ろから来る青山学院の小野田さんに抜かれてトップを明け渡した、非常に悔しかったと言っていましたが、東洋大学今西、今年は違う、ここまではリードを守って小田原中継所に飛び込もうというところ。まもなく箱根湯本の駅前を迎えまして、そこからが平坦、あの3キロと言われています。そこを粘れれば区間記録、そして5年ぶりの総合優勝も見えてまいります。目標は58分40秒と言っていましたが、区間記録の58分1秒も十分に狙える、今2秒上回っているという、渡辺さん、そんなペースです。今東海大学両角監督から中島礼儀に声がかけられました。57分台いけるぞと、足の子から10秒詰めているぞと、区間記録秋山清人さん、日体大秋山清人さんの記録を上回っているぞと、今その声援をかけています。中島礼儀持っていくぞ、さあ1分以内できっちり持っていくぞということで、その前との差が1分4秒に詰まっていることはこの中島礼儀に告げられました。さあ、ここから魔の3キロと言われている平坦、下ってきた選手にとっては登っているようにも感じるという、残りの3キロどこまでペースを崩さずにこの中島礼儀、前の東洋大学を追っていくことができるでしょうか。はい、さあ、時代を取り返すか、時代を取り返すべく鉄紺の甲冑を身にまとった平成最後の侍軍団東洋大学、5年ぶりの優勝に向けて今トップで襷リレー、58分13秒、見事なタイム、歴代3位のタイムが出ました。東海大学中島礼儀、さあ記録も楽しみだ、待ち受けランナー坂口亮平、さあ今2位で東海大学たすきで、タイムは58分07秒、58分07秒。
ついに小野田が法政を捉えました。前に出ました、小野田が前に出ました。これが4年生の意地です。さあ小野田が法政の前に出て順位を一つ上げました。王者青山学院これで5位です。ただ法政の坪井もついていく。そして夢の57分台へまだ十分に可能性は残っている小野田、最後の力を振り絞ります。逆転はされましたが、さあ食らいついていきたい。今スタート、國學院大学、大学最高は10位です。見事な現在4位で通過、小野田雄二から4年生の林健介、今たすきリレー、なんと57分57秒、区間新記録、夢の57分、山を下ること疾風で落とした。そして平成大学も行きました、見事な記録が出ました。逃げる東洋大学はキャプテンの小笹がスタートしています。1キロ2分40秒という素晴らしいペースで入りました。酒井監督が、おい小笹、今西は歴代3位のタイムだったぞ、今度はお前だぞと、そう声をかけています。その後ろです、東海大学追いかける2位の東海大学ですが、この7区を走りましたのは沢口良平です。今1キロを通過しまして2分48秒という、非常に落ち着いて、そしていいペースで入っているという2位の東海大学です。26秒の差だったんですが、4位の國學院とあっという間に差を詰めてきました。なぜならこの1キロは2分40と前回区間記録を作ったその1キロのペースよりも4秒速いペースで林が頭から突っ込んできました。そして一気にこの國學院4年生の八谷をかわしていきました。4年生の青山学院大学、林圭介です。風もなく気温が上がってきているというこの7区です。現在先頭を行きます東洋大学を追う、初優勝を狙う東海大学第2位、7区は坂口良平です。日本選手権では3000メートル障害で4位という素晴らしい選手ですが、東海大学の諸角監督はこの7区が鍵だというふうに語っていました。さあ青山学院大学が往路6位から3つ順位を上げまして3位です。6区4年生の小野田、そしてこの7区4年生の林、4年生が順位を押し上げています。さあ二宮のポイントで先頭東洋大学から後続の差を見ていくことにします。もうここも例年二宮は本当に多くの駅伝ファンの皆さんが沿道を埋め尽くしまして、今二宮さん、はいどうぞ。その小笹亮ですよね、やはり先ほど酒井監督がちょっとペースが遅いぞと声をかけておりまして、先ほどあの2号車の森圭介アナウンサーから50秒とその差をま伝えられましたが、渡辺さん、はい、50秒切ってるかもしれませんね、これ二宮で。そうですね、小笹君の走りが別に悪いわけではないんですけど、やっぱり坂口君が前半抑えてですね、はい、後半からもペースを上げてきてますよね、そういう意味では30秒ぐらいまでもしかしたら縮まるかもしれないですね。やはり切ってるようですね、平川さん。48秒差になってますね、はい、シード権争いに動きが出ました、はい、10位11位が入れ替わりました。お先ほど小田原で9秒今映しています、はい、この中央学院大学の、1年生の吉田光太が10位で小田原たすきを受けたんですが、ご覧いただけますでしょうか、前に明治がいます。2年生の小袖秀人が、ここまでで抜いています。明治が10位に上がりました。15キロ手前で林がスパートをかけまして、みるみるうちにその小島を突き放しました。1万メートルの自己ベストは1分の差があります。力は林の方が上ということで、その小島を突き放して単独3位に王者青山学院大学です。シード権争い、また10位に中央学院大学が上がりました。上がりました、中央学院大学が10位に復帰です。先ほど一度は抜かれたこの吉田光太1年生なんですが、なんとなんと2年生の小袖を抜き返しまして、再び中央学院大学が10位に上がりました。激戦が予想されます、シード権争いです。先にタスキを取ったのは追いかけてきた東海大学の坂口だ。坂口迫ってきました。あるいは平塚中継所の手前で首位交代があるのか。もう残りが700m になってきました。ちょっと後ろを切りしました、さあもう残りが 15m 差になってくるか、逃げる東洋大学のキャプテンの小笹さん、追う初優勝を狙う創部1959年、昭和34年、創部59年目にして初めての悲願の箱根制覇を狙う東海大学が迫ってきました。ただここは小笹が粘った、東洋大学粘った、大人気を出す鉄粉の東洋、
復路平塚は5年ぶり今トップで鈴木宗太が1年生に助けを渡しました。そして東海大坂口良平3年生に来そう今同じく3年生の小松陽平に助けを渡しました。初の総合優勝に向け東海大学復路平塚2位で助けを渡しています。林圭介右手にそのフレッシュグリーンの助けを握りしめまして今最後も今スピードを上げたが非常に爽やかな笑顔で林圭介が入ってくる。1年生の飯田孝之に4年生の林圭介が助けを持ってまいりました。今第3位で助けを渡しました。さあそして中央学院大学です。1年生の吉田光太スピードを一段と上げました。待ち受けるは3年生大浜光です。中央学院は5年連続のシードを狙います。大浜も左手を上げた。吉田もスピードを上げる。最後まで腕振って今両手で助けを渡しました。シード圏内中央学院がトップから10分48秒差10位で助けを渡しています。そしてその後ろが明治大学です。明治大学さらに押し上げてシード圏内に食い込んでいくことができるかどうか今小袖から隅田に助けが渡りました。笑顔でスタートを切っていきました隅田です。2年生の小袖も全力を出し切りました。今も東海大学の小松が来ました。小松が東洋大学の鈴木はちょっと足が絡んだか後ろにつきました。逃げる1年生初めての箱根駅伝鈴木宗隆の後ろに今小松がつきました。東海大学10位のシード圏ラインの中央学院大学1年生の吉田光太が一度は抜かれた明治大学の2年生小袖をさらに引き離しました。川崎監督も下りで上げろ下りで上げろという指示を出していました。前回大会を思い返しますと10位で4年連続大学史上初の4年連続シードを獲得しました。わずか11位順天堂とのタイム差は14秒差でした。14秒大手町で逃げ切ったフラッシュイエローのパンツ中央学院大学を今年も10位でこのレースを進めています。まさに作詞川崎監督さあ間もなく最後の上りに入っていこうというところ1年生の吉田がしっかりと結果的にはシード権10位を守って平塚中継所まであと1キロです。さあ7キロ近くまでこの状態なんですが臼井さん、はい、今この2人の走りというのは画面としてどう感じますか。1年生の、ね、鈴木君も落ち着いてちゃんと走ってますからね。で主導権も握ってますから、小松君はどこでスパートするかと見てたんですけどしてないんでね、はい、ちょっとこのまま行くんじゃないかなと思うんですけどね。平川さん、今一瞬ですね小松が横に並びかけて、鈴木の表情を見ましたね。表情をちらっと見てまた後ろに下がりました。なるほど。では7区の順位平塚中継所の順位を整理します。東海大学が4秒差まで詰めました。で今ご覧のような状態で両チームが走っています。青山学院大学も林の回数終わりまして3分48秒差まで来ました。順位を2つ上げています。さあそしてシード権争いで見ますと中央学院と明治ご覧のように27秒差というところまで来ています。そして繰り上げ一斉スタート組も今ご覧のような形で順位をそれぞれ上げている日大は2つ上げてきています。茅ヶ崎のポイントを11位で明治大学の隅田が通過していきまして10位の中央学院とは34秒差。さあ映像2号車に変わりました。はい、東洋東海そしてここが現在3位の青山学院大学です。5連覇を目指しています。芦ノ湖では5分30秒の差がありましたが先ほどの平塚中継所では1分46秒縮めて3分44秒。8区を任されたのは1年生の飯田孝之です。間もなく10キロを迎えるということですがこの飯田実は走りたい希望の区間は5区でした。山の神になりたいそのように語っていました。確かに足そしてふくらはぎのあたりですね発達した筋肉が非常に美しい走りを持っているこの選手ですが現在まだ青山学院大学の武石選手に先輩にはかなわないということで今回この後半に遊行寺の坂が控えている8区にエントリーされました。5位争いは1年生対決です。前を走るのが法政の1年生鎌田光希後ろが国学院の1年生ドンジ拓郎です。出ました出ました、はい、東海大学の小松が出ました。今東海大学の小松が出ました。初めてここで東海大学の小松が先頭に立ちました。さあ初の総合優勝に向けて東海大学がこの8区遊行寺の手前で初めてトップに立ちました。さあ東洋大学の1年生鈴木つけるか鈴木つけるか口が開いてきました。
満を持してここで渡辺さん出ましたね。出ましたね。まあ、あの表情をやっぱり伺ってたんですよね、はい、そこでやっぱりあのここがチャンスだと思ってスパートしたんでしょうね、はい、おっと鈴木がつけない。1年生の東洋大学鈴木宗隆、初めての箱根駅伝、この小松でつけない。5メートルから6メートル遅れました。5メートルから6メートル遅れました。ここから粘れるか1年生東洋大学、5年ぶりの総合優勝を狙いますが、小松陽平満を持して前に出ました。湯行寺の手前、給水の手前で出ました。もうその差は10メートルに開きました。10メートルに開きました。この表情、懐かしくは左足を捻挫しまして苦しい思いをしました。走れない悔しい思いをしました。この箱根にかけてきました。小松に前に出ました。ただ15メートルの、さあ15キロを迎えます。悲願の総合優勝に向けて東海大学史上初めて袋戸塚トップで襷を渡そうというところ、今襷リレー、小松陽平から港谷春樹、今襷リレー。さあそしてその記録は1時間3分50秒、前人未到、史上初めて1時間3分台での区間新記録。口が開きました。苦しくなりました。さあ今東洋大学袋戸塚2位で襷を渡しました。東海大学との差は50秒に広がりました。さあ4年生の中村健吾が前を追っていく。袋は残り2区間ということになりました。待ち受けるは2年生の吉田啓太、今飯田から吉田、袋戸塚3位で襷を渡しました。トップ東海大学との差は4分29秒ということになりました。さあ4号車に変わりました、はい、シード圏ラインに変化がありました、はい、10位を走っていた中央学院大学が拓殖大学を先ほど17キロ地点で抜きまして上がりました、はい、現在9位中央学院大浜光3年生、後ろ10位拓殖大学4年生の白川大輝です。さあ4年生からの襷リレー、白い歯が見えています。さあ拓殖大学今10位で襷を渡しました。さあ2年生が今9区に走り出していきました。清水亮太2年ぶりの箱根路、さあシードに向けて明治大学が11位で襷を渡しました。4年生から2年生への襷リレー、さあ前を行く拓殖大学とは1分近くの差がありますが、その10位拓殖を追っていけるでしょうか。2年生の村上純大です。4号車です。22番目を走っています城西大学、トップ通過から20分の時間がまもなくやってきます。20分経ちますと繰り上げスタートです。4年生の大石匠、2年連続最後の箱根駅伝です。さあ大石が懸命にこの黄色い襷を中継所に渡すべく懸命に前を目指していきます。前を目指していきます。ちょっと苦しくなったか。さあもし繰り上げを経験してしまうと、経験したランナーは駅伝をした感覚がない、そうも話しました。タスキを取った。さあ中継所に向かっていきます。もう残り15秒になりました。繰り上げの目安までの時間です。城西大学そして上武大学がすでに繰り上げタスキをつけてスタートの時を待とうという時間になっている。残り5秒だ。さあここで無情の繰り上げ。ただこの2人の選手、城西大学の大石、それから上武大学の岩崎にはこの沿道の大観衆から頑張れと大きな拍手と声援が送られています。今その目視で仲間がいないことを確認しました4年生の大石。最後の箱根、残念ながら繰り上げスタート、たすきを渡すことはできませんでした。今23人目のランナーが戸塚中継所に到着。これで最後上武大学岩崎が礼をしまして23人が戸塚中継所に到着しました。さあそして区間順位ですが、東海大学の小松が見事な1時間3分台、区間新記録での区間賞ということになりました。初優勝を目指します東海大学のキャプテンが登場しています。港谷春樹4年生、1キロの通過が2分44秒。戸塚中継所では渡辺さん、東洋大学とは51秒差ですか。追いかけます東洋大学の中村健吾、最初の1キロは2分41秒、1キロにつき3秒ずつ詰めていこうということになりますので、このままいきますとこの区間であるいは再逆転ということになるかもしれません。3位の綾山学院大学、9区は2年生の吉田啓太です。広島の世羅高校の出身です。お父さんも世羅高校出身、原監督の2年先輩、全国高校駅伝では原監督とお父さんはたすきリレーを行いました。この吉田啓太は
出雲、全日本ともに区間賞。さあ実力をつけた吉田啓太、箱根デビューです。どのあたりでこの前を行きます東海大学を捉えていくことができるかどうか。権太坂のポイントでまたこの後続との差を確認してみますが、戸塚中継所では51秒差をつけてこの東海大学が逆転でトップに立っていました。前を追います2位の東洋大学です。中継所では51秒の差でしたが、先ほど権太坂では1分13秒、その差が少し開きました。4年生最初で最後の箱根駅伝です。権太坂のポイントには今10位で拓殖大学です。8区で中央学院に逆転されまして、現在10位の拓殖大学、権太坂通過。そして今明治大学が来ました。ここがシードの分かれ目になりますが、現在トップとの差は14分57秒で、10位の拓大との差が55秒と。今権太坂のポイントを全チームが通過しまして、まあ、坂を下り終えてこれから横浜駅の方向に向かっています。今横浜駅前の長い影のエリアを今諸角監督の声に応えるように手を挙げました。先頭を走ります港屋です。この吉田啓太からですね、東洋大学中村健吾の背中が見えてきました。生麦の地点ではその差が46秒に縮まっているということで、あるいはこの区間は少し難しいかもしれませんが、10区で逆転ということがあるかもしれません。さあ鶴見中継所の手前の上り坂に入りました。大歓声を受けて先頭で襷を運んできたのは悲願の総合優勝を狙います東海大学のキャプテンです。ここ鶴見で平成という時代を締めくくる最後の襷リレーを迎えます。過去4年1月3日に鶴見中継所に集まったファンが最初に目にしていたのはフレッシュグリーンの襷でした。東海大学鶴見中継所をトップ通過となると史上初めて、12年前江戸一回り待ちました記録更新、港屋から今東海大学トップで襷リレー、悲願の初優勝まで残すは23キロ、初めて鶴見でトップを襷をつなぎました。初めての箱根人気になります。今4年生に大きな声をかけました。懸命に腕を振る鉄魂の魂は4年生から2年生に確実に受け継がれます。今東洋大学2位でタスキリレー、そしてその後ろからはフレッシュグリーンのタスキ、青山学院大学が3位でやってきました。さあその差はどうでしょうか。後続の姿はまだ見えていません。拓殖大学2年生清水亮太から松岡亮前、今たすきが渡りました。キャプテンの坂口に今たすきが渡りました。11位で明治大学、その差は29秒、その差は29秒です。今乾いたピストル音が鶴見中継所に響き渡りました。国士舘大学そして山梨学院大学がこの鶴見中継所での繰り上げとなりました。なお城西大学、上部大学はその前の戸塚中継所ですでに繰り上げとなっています。さあ受け取る相手がいませんでしたが、3年生石川智康今9区を走り切りました。今この2年生の森山慎吾が山梨学院大学9区を走り切りました。2位が変わるかもしれません。現在2位は東洋大学2年生の大沢俊、初めての箱根駅伝です。山形県山形市出身です。その後ろから8秒差で鶴見中継所たすきを受け取ったのが青山学院大学3年生鈴木隆人、去年はこの裏の区間1区を走りまして区間5位でした。8秒差ありました。まだ2キロ経っていません。しかしその秒差はもう2秒にまで縮まりました。1万メートルのベストタイムで見てみますと鈴木隆人が28分31秒、そして大沢俊が29分16秒ですから、10キロで45秒のその差があります。鈴木隆人実力そして実績もあるという青山学院大学の鈴木隆人がさあ間もなく東洋大学大沢俊の後ろにつこうかというところであります。平川さん、嬉しさと悔しさの分かれ道、はい、シード権争いが大変なことになってきました。現在10位が拓殖大学、戸塚では1分6秒、横浜駅前51秒、現在30秒差くらいということで、11位の明治、その M の文字が大きくなってきています。明治が追いかけています。
シード圏争いは大変です。2位が変わりました。青山学院大学が2位、そして東洋大学が3位に落ちました。鈴木貴人が前に出ています。ついに2位が逆転。先ほど2位争いをお伝えしました。青山学院大学が東洋大学を逆転しまして、青学が2位に浮上したというシーンでした。ただその後大沢駿、東洋大学2年生が後ろについていたんですけれども、やはりそのあたりは地力の違いでしょうか。鈴木貴人が今引き離しまして、その差は 50m から 60m 広がりました。現在青山学院大学が単独で2位、そして3位が東洋大学となっています。最終10区アンカー争い、この第一京浜国道で今坂口の後ろ見た、ちょっと驚いた表情になった。さあ横から早稲田が抜いていきました。坂口もついていく。早稲田、中央、明治、鉄塔の3校がなんというこの争いでありましょうか。鈴なりの大観衆がこの3校の争いを見つめています。神奈川も食らいついていく。往路で遅れた神奈川、いやちょっとついていけないか、ちょっとついていけないか。まさに伝統の一打、伝統の一打。さあその胴上げの瞬間が近づいてきた。残り1キロを切りました。アンカーの郡司彰ちょっと笑顔か、ちょっと笑みが浮かんだか。さあ栄光のフィニッシュテープが近づいてきます。今年新たな優勝校が誕生します。東海大学です。昭和48年49回大会に初出場し、6年連続46回目の出場。2011年からは諸角林監督就任。力のある今の3年生が入学した2年前にはエントリー16人中8人が1年生というチームで、上昇への先駆けをテーマに戦いました。しかしその時は10位、箱根駅伝の高く壁に阻まれました。今郡司彰浩一つ腕を上げました。今年箱根に行かすために身につけた速さに強さをプラスした東海大学、足残りの1分14秒差を8区区間新記録で逆転。そして今17校目として東海大学悲願の初優勝。そのタイムは10時間52分09秒大会新記録。大会新記録で東海大学が初優勝を果たしました。今年の箱根駅伝。さあそして諸角林監督の胴上げです。初めて見る大手町の空は青く染まっています。今満面の笑みを浮かびました諸角林監督。今年青山学院大学もその5連覇の夢を叶えることはできませんでした。しかし復路優勝を果たそうとしています。その青山学院大学、また新たなスタートがここから始まります。10区を任されましたのは鈴木貴人です。笑顔でフィニッシュをしようとしています。青山学院大学今総合2位でのフィニッシュ。この10時間55分50秒も大会新記録、復路成績5時間23分49秒も大会新記録です。東洋の伝統を守ってまいりました。東洋大学11年連続3位以内、総合3位でフィニッシュです。そんな中でこの拓殖大学が大学史上初めての2年連続シード権獲得、総合9位。そしてその後ろ中央学院大学です。中央学院大学がこちらも大学史上初めての5年連続シード権、総合10位は中央学院大学。この中央学院大学までの10校が来年の箱根駅伝出場権、シード権を獲得しました。11位争い、激しい11位争いは早稲田大学の小沢が最後に抜きかかった。しかし中央大学の川崎もそれを見てそれに反応した。中大か早稲田か、どちらが先だ。中央大学先、そして早稲田大学が12位。総合11位は中央大学、そして総合12位は早稲田大学。しかし最後のこの力走は来年につながります。